ギャレット・キース・ゴメスは、元機手。アメリカ合衆国、アリゾナ州出身で、カリフォルニア州アーケーディア在住であった。父のルイ・ゴメスは、アメリカ南西部地区を拠点としていた元機手。家族は、妻と4人の娘がいる。身長152.4センチメートル。体重51.7キログラム。1972年、アリゾナ州通村に生まれ。 高校時代の1988年に学業を放棄し、騎手に転身する。同年9月にニューメキシコ州のサンタフェダウンズ競馬場で騎手としてデビューした。2年目からはネブラスカ州に拠点を移し、この年全米の見習い騎手中、第2位の成績を挙げる。その後中部地区で頭角を表し、1994年と1995年には、 アーカンソーダービーを連覇。1995年には、オークローンパーク競馬場で、通算戦勝を達成した。1997年、オナーグライドに起乗し、中部地区三冠とされる、アメリカンダービー、アーリントンクラシック、セクレタリアとステークスをすべて制し、同時に、G1 競争初勝利も果たした。さらにハリウッドパーク周期開催のリーディングジョッキーに、 初めて輝いた。1998年、拠点を西海岸のカリフォルニア州に移して、起乗を始めると、翌年から3年間の間に G1 競争7勝を挙げる躍進を見せる。2002年末頃より、体重の維持に苦しみ始め、一時起乗を停止する。2003年7月には、薬物使用が露見し、21ヶ月間の起乗停止と、 リハビリ施設入所を言い渡され、しばし競馬会から離れることとなった。2004年末、薬物依存を克服指揮手として復帰。翌年秋にスティービー・ワンダーボーイで、ブリーダーズカップ・ジュベナイル、アーティー・シラーで、ブリーダーズカップ・マイルを制し、ブリーダーズカップ初制覇を果たした。2006年、落馬負傷したジョン・ベラスケスに代わりトッド・プレッチャー、旧社の主戦騎手を務め、 G1 競争5勝。この年2010万ドルを稼ぎ出し、全米最多獲得賞金機種となった。翌年もミッドナイトルートで、ブリーダーズカップスプリント、インディアンブレッシングで、ブリーダーズカップジュベナイルフィリーズを制し、賞金も前年を上回る2280万ドルを獲得。2年連続の最多獲得賞金機種、さらに前年逃した。 エクリプス賞最優秀騎手のタイトルを初受賞した。2008年9月28日には通算3000賞を達成。さらにこの年のブリーダーズカップでは新設競争を含む4競争を制し、翌1月には2年連続のエクリプス賞を受賞した。また、この年には日本でも初騎乗している。2009年12月6日に阪神競馬場の 第4レースで山シャスールに起乗して、中央競馬初勝利を挙げる。2015年、騎手を引退した。2016年12月14日、アリゾナ州、トゥーソン近くのカジノホテルで死去。44歳没。薬物の過剰摂取が原因。カッコ内は、ゴメスキジョー時の優勝 G1 競争。カッコ内は、ゴメスキジョー時の優勝受賞競争。 ありがとうございます。